皆さんこんにちは、太田結衣です。今日はお友達のりゅうちゃんと旅行に来ております。イエーイ、豊田市。なんかちょっとね、3月2月といろいろ忙しくてですね、まあたまには旅行もしたいなと思っていたところに、なんと今回はもう愛知県の豊田市の方にお招きいただきまして、2人で豊田市に初上陸させていただきました。すごい、なんかいろいろこういう魅力的な場所があるよっていうのを教えていただいたので、今日はりゅうちゃんと参りたいと思います。ありがとう、誘ってくれて、ね、めっちゃ楽しみなんだけど、ね、なんかね、もう今なんか面白そうだね、すでに、ね、もうすでに好きだもんね、なんか昭和にタイムスリップしても、昭和っていうか、もっと前、ね、奈良とか奈良時代ってこと、ちょっとじゃあとりあえずご飯が食べれるみたいだから、行きますか。行きましょう。よし、すごい雨ね。うわー、すごいんだけど、カタラバみたいな、屋根から木生えてる。本物なの？でも中でなんか販売とかもしてそうだね。もののけ姫の最後のシーン。あー、そうだね、あんま覚えてないけどごめん。りゅうちゃんジブリ大東西だから。あー、すいませんね。でもまさにね、今回はね、なんかもののけ姫の場所っぽい、ところを何個か教えてもらったから。あ、そうなんだ、さすが愛知だ ね。え、愛知ってさ、なんでそんなジブリなの？あ、でも元々鈴木敏夫さんの出身地だったの、プロデューサーの。あ、そうなんだ。鈴木敏夫さんはめっちゃ中日ドラゴンの好きやったりとか、愛知が好きで、それのゆかりもあってみたいな。あ、そうなんだ。初めて食べるね。いただきます。初めて食べる味。どういう味ですか？うなぎよりも淡白、白身魚って感じ。いいね、淡白好き。全然違う。後でちょっとちょうだい、食べ比べると美味しいかも。うまそう。幸せそう。幸せになる。美味しい？めっちゃ美味しい。本当？よかった。いいうなぎですこれ。マジ？マジ美味しい。いつもさ、愛知で仕事あるでもさ、一人で食べログ調べてさ、一人でなんかおばんざいさんとか行く時あるよ。でも一人で行くのに抵抗ないの？映画とかも基本一人だし。英語でもずっとさ、大人になって行けるようになった。私そっち派なんだけどさ、もう中学生ぐらいの時から一人行動 OK 派だった。まあそうさせられたって感じだから。ごめん。間違えた、質問変えるわ。19とかの時は。何の言うこと。19の時いけてた。本当に18からさ20までニートしたの。ニートっていうか東京に出てきたかったんだけど、会社が決まんなくて、事務所が、なかなか上京できないから2年ぐらいニートしたんだけど、その時にそのみんなさ大学行ってさ留学来ましたとかさ、Facebook に上げてるわけ。なんかそれが眩しすぎて一回全員の連絡先消したの。やべえ、闇深い。闇深い。なんか全部一人だった。いいな、その時代のゆいちゃんにも会いたいな。そのちょっと別に嫌なことされたわけとかじゃないんだもんね、友達に。ただみんながまぶしかった。まあでもそういう時あるよね、なんか周りまぶしい時マジである。そうそうそう、頑張ろうと思って高校卒業したらさ、出花くじかれたっていうか、そしたらみんながさ自分のやりたいことに向かってやってるのがさ、まあでもじゃあ一人はいけるタイプだ。戻りましたけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
飴だよ。かわいい。ジジじゃん、もう。確かにジジだ。メスだね、こっちは。かわいい。そうだね。あ、見て、ちょっと立ってる。すごいんだけど。すごい。春様って言ってそう。おしゃれ。いいね。それ普通に炭でやってるんですか。そうです。この炭も隣の炭焼きさんが山行って切ってきて。へえ。かわいい。うわ。似合う。めっちゃ細いやん。うん。おお。お願いしますよ。中心鮮度以上ありますね。喋り出す前に入れてた釘がこんな感じ。うわーすごい。この状態のやつを叩いてもらう。はい。はい。最初は優しくですね。はい。いきます。はい。跳ねてきた。うわ、右手結構しんどいですね、これ。そうですね。しんどい。大変。意外と重いんで、これが2回戦。ほら、ほんとだ。いいやん、いいやん。できてきたね。できてきた。どうですか、職人。大変ですね。大変ですね。めっちゃジブリ好きで、はい、もののけ姫がって鉄溶かしたりするじゃないですか。あれこうやってるの、ふいごふいごふいごって言って、まあ、風を送ってるんですよね。あの女の人たちが、はい、汗ぐらい、はい、あれが風。そうそうそう。へー。ちなみにあの人たちのこと、バンコっていうんですか。バンコさん。バンコ。バンコ。バンコ。変わりバンコの。そうそう。へー。変わりバンコに踏むからってことですか。へー。すごい。ジブリ豆知識じゃないですか。すごい。おお。楽しいよね。めっちゃ楽しい。これもう次最後なんで、はい、2人で一緒に。はい。はい、楽しい。ちなみにこれも外側の語源になってる。順番に叩くこと。はいはい、順番に叩くこと。二三脚。あの今僕すごいなずるじゃないですか。あ、はい、うなずく以外の言葉は。うなずく以外。うんうん。うんうん、そうそう、違う違う。同意する。あ、惜しい。来た来た。食べてきた。あの鍛冶屋さんでこれハンマーって呼ばずに土って言う。土。合図地。ああ、合図地。合図地を打つ。もうまさに今。合図地。すごい。なんかいいね。確かに。言われてみればよくわかんないの。なんで合図地打つの。ここ手が合わないといけないから。合図地ってことは合ってる。かわいい、なんか赤いの。今のところ順調ですか。何点ですか。点数、はい、点
係ないですよ。優しい。はい。というところです。はい、ここで作ったよというソース。あ、すごい刻印だ。こいつをカチンと打ち込んだ後に水の中にチューッと入れてもらいます。私が入れるんですか。わー、かっこいい。これ万が一ここで手離したら行方不明なの。そうですね、これ2メートルぐらい深さがある。頼むよ。2メートルあるの。そうですけど。本当に嫌だ。好きなんだけど。信じちゃうか。知らないです。今の顔リピートしてほしい。おお。はい。いきます。うおお。すごい。反応も気持ちいいぐらいの欲しいところで 100% の欲しいやつ。わあ、ありがとうございます。うわ、かわいい。できた。はい、ここまででここからここが仕上げて、はい、はい、見て長さもこんな違うんだよ。ほんとだ、伸びたね。ちょっと黒かったのがこんな感じで。すごい。ピカピカになった。はい。ちょっと楽しみだねこれ。ちょっとすごい。ツヤンツヤンになった。すごい。見て刃物のさ、あれもあるよ。この線も入ってるほら。本当だ、すごい。すごいね。いつの間に？いつの間に？差し込んで切る。いくよ。はい。うわ、え、すごい。こうやってやるんですか？そういうこと？え、すごい。気持ちいい。おめでとう。やったー。ありがとうございます。あ、すごい。素敵だね。かっこいい。素晴らしい。出来上がるよ。すごい。お願いします。そーる。すごいんだけど。地味な運動神経。でその穴入れてよ。これこそね、ほんと回すのよ。だるあいつ。なんでできるんだよ。素晴らしい。すごい。これ、あ、そっか、この木が全部そうってことか。そうです。見たい。すごいよ。すごいね。掘って皮あげるとさ、ここへ来てはいけないって言われるの。私が時間を稼ぐ。走れ。おにぎりちょうだい。やだ、セミってこないで。怖い。音が多分めっちゃ綺麗だと思う。いや、めっちゃ綺麗だと思う。ここがだって全部紅葉になるんでしょ。そうだよ、上もだよ、だってやばいよ。あそ
そこ泊まりたいな、あの、ね、あそこ、ね、あそこ絶対いい景色だよ。景色って書いてある。うん。違うんだけど、ラピュタだ。頑張れ。行きます。はい。やー。早い。ダメかも。頑張れゆいちゃん。いただきます。いただきます。